うわやば、やばめっちゃ狭くない？こんなところ走り寄るとか勇者マジ勇者やん。これまでのあらすじ。命の大罪の道を開くため6つのオーブ探しの旅に出たエノたちは聖地ラムダという里にたどり着く。聖地ラムダの長老ファナードに迎えられた一行はオーブが6つ全て集まったら聖地ラムダの大聖堂へ来るように告げられた。よくぞ戻られたエノ殿。おう神よ、この者たちに聖なるご加護ならんことを。ほい、ということでここ聖地ラムダまでやってきたんだけど、まだねオーブが6つ集まってなくって、で前にねこの間うろちょろして人の話とかいろいろ聞いてた時に、そうメダジョに行く前、このメダルジョ学院に行く前にさ聞いた話の方が多分ね、そこに行ったらオーブがあるんじゃないかなということで、それが確かプチャラオ村の方やったよね。でプチャラオ村からなんかちょっとモンスターがいる場所に行くはず。あれもしかしてあれかな、メダジョから行った方が早かったかな。あれだ、あれ会長の幽谷。待って、メダジョ行った方が早いやん。まあでもそんな変わったもんじゃ、変わるっちゃ変わるけど。変わるっちゃ変わるけど。まあでもそんな言うほど、多分このさ、この何、何マップ上の移動ってそんなに時間かからんかったはずやけん、まあ普通に行けるか。まあ普通に行けるか。そう、この、会長の幽谷っていうところにまだ行ってなかったけん、そこで最後のオーブが手に入るんじゃないかなと思うんやけど、違うかな、どうかな。なんか近寄らない方がいいみたいなことを言われたんやけど、え、近寄りますよね。いや、普通に近寄りますよね。だって勇者ですから、私。はい、行くよ行くよ。てか、馬に乗るとこなかったの。え、もしかして向こう、あった？あった？もしかして。全然私の視界には入らなかったんだけど。この距離を走ってやってきましたよ、私。あ、なんかやっぱり思ったよりかかるな。思ったよりかかってるな。これさ、馬に乗ったらなんかダッシュとかできるやんか。人の姿のままでもダッシュぐらいできたらいいのにな。ね。なんかちょっといろんなゲームをやってるからか。B ダッシュをやりたくってやりたくって。なんか B を押したら、早く走れるはずっていう風に思ってしまうんやけどさ。このね、ドラクエの場合、B ボタンを押したところでジャンプするだけっていう。待って、これはこの先？なんか結構、この先も結構長いんや。思ったより長いな。へいへいへい、行きますよ、行きますよ。あ、ここからは、あれだね。さっきまでの場所が、馬でこれだとしても、ここは馬多分通れないね。うわ、やば。やば、めっちゃ狭くない？こんなところ走り寄るとか、勇者マジ勇者やん。勇者マジ勇者やん。ちょ、語彙力なくなったけど。元からないか。ここをずっと、ふぅ。ちょ、やめてよ。やめてよ。何ちょっとスライム気づいて。めっちゃ気づかずにさ、ルンルン散歩みたいな感じでしよるけどさ。君ぶつかってきたところで確実に私に勝てないでしょうよ。ただ単にちょっと時間を消費するだけっていうね。はい。お、私なんか、ここに来てやっとちゃんと、お？びっくりした、通れんのかと思った。地図が見れるようになってきたんじゃないの。ほんとやっとかよって感じやけど。行くのはどうかを手に入れた。はい、キラキラ光るの気になるよね。え、現実でこんなとこ絶対無理やわ、私。あ、向こう側向けんのやね。なるほど。こっち側だけ。お、落ちて、あっちにも落ちてる、漬物石ゲットー。イエーイ。イエーイ。なんだかんだあっという間に着くね。綺麗な枝。確かに綺麗。ピンクやしね。子供とか好きそう。え？
あ、これ登るの？はい、行きます。キラ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 。あれやね、裾の方だけキラキラ輝いとる。お、会長の予告来たー来たー。ただし、メダジョの方から来たらもっと、お、なんと虹色の枝が強く光り出した。どうやらこの近くにオーブがあるようだ。お、やったね。やっぱり。へえ、この後ずっと、お、上がれる？この後ずっとちょっと、ライト代わりに使えるんかと思ったら、虹色の枝。使えんのかーい。そこ消えるんかーい。え、待って、これどう？会長の巣、多分ここに行けばいいはず。これは渡れる？あ、渡れる。はい、そして？あれ、こっちの方か。え、ここ、この上行けんくね？あ、ここから上がるんかな。上がれるー。こっち。はい。すごいな、あんな自分の身長より高いところを登るっていうのはめっちゃすごいと思うんやけど。え、待って、ここから。上がれませんけど。こいつか。はっ、違う。はぁ、後ろから切りつけるっていう、勇者のくせにめちゃくちゃ卑怯な、驚きとどまりますよね。いや、しかも圧倒的な強さ、ごめんね。はい、これで、ちょっと外側だけお借りしていきますね。R2 でジャンプ。はい。届かねえ。あ、届いた！イェイ。癒し層を手に入れた。あー、落ちたー。ちょ、待って。はい、低いところから登っていく。慎重に行こう、慎重に。ほらほらほら。あ、なんかこの辺の明かり、すごい、え、え、落ちたー。ちょ、待って。え、ここなんか間入れるやん。ここは何？あ、ここから行けるんじゃね？上通る必要ありました？え、上通る必要ありました？上行く必要なかったや、何も。なんだなんだ、コンビニ前のヤンキーみたいな。めっちゃたまろしとるやん。え、しかも今誰かぶつかった？全然気づかんかったけど。君らちょっと黒くて見えないよ。この子らがおったんかな、もしや。はい、速攻でやっつける。こっちの方向で。ちょ、なんか、このモンスターに進んでいきよった。あ、ああいう感じで多分さっきおったやね。え、何？いける？あ、いけるね。びっくりした。行き止まりかと思ったやん。はい、出てきたー。そして、三河思想。ん？この下。おう。そして、なんか、ここ、この辺。この辺、ん？さらに上とか。あ、これ？これ？え、違くない？違うね。ああ、ああ。ぶつかってしまった。あのさ、キラキラ輝きよること、輝きよらんこがおるのは何なん？その同じパールモービルでも、あの左側の方には乗れるけど、右側乗れんってこと？なんか仕組みが違う？よくわからない。あ、でもすでに乗っとるけん、もう、もう残らないのね。外側も。これはなんだ？どこに行けばいいんだ？これ下って行きよるよ。え、川めっちゃ下って行きよるけど大丈夫？あ、でもなんか道があるね。こっちに行くってことか？え？戻って行ってる？けど？これは、あ、でも向こう側に渡れるのか、これで。あ、なるほどね。そして、この子、あ、これか。ちょ、待って。ちょ、待って、はい。君、上から。上から戦いを挑む。よし。一発。エビルドライブをやっつけた。はい、乗り換えますよ。ちょ、待って、降りる。降りて、はい、こっちに乗っていく。これだね。カサ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 。あ、あっちにも。すごい見えやすいね。めっちゃ足跡輝いとるやん。はい、行く。よし。でもあれしてさ、こう前のモンスターが後をつけてくれとるっていうだけでさ、別にどこでも登れるんじゃねって気がするけどね。
さあ、これで、このカサ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 、足元が気持ち悪いよ。はいはい、カサカサと進んでいきまして、あ、これもうすぐで着くんじゃない、会長の巣。はい、飛び降り。あ、もうすぐやん、これ絶対。この突き当たりとかじゃない、あ、違う。あれ違う、どこだ、ま、あ、この、まだこっちか。まだいけるね。あ、あれじゃない、なんかある。乗り物では越えられない。はい。なぜこれは越えられない、わからんよ。ちょっと基準がよくわからんよ。あ、宝箱。イエーイ。お、アイナ、魔法の清掃4個見つけた。あそこにも宝箱ある。へい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 。ちょっと待って、こっそり、こっそり気づかれないよ。あ、気づかれる。キー、何をしに来た人間め。このお宝渡さないぞ。出ていけ、出ていけ、キエー。あ、なるほどね。そこの宝箱の中身がオーブってことか。そりゃ取れちゃいかんね。おっしゃ、行くぜ。いやー、しかし弱い。弱いよ、君ら。一発？マジか。あ、一発マジか。イオラ。お、さすがに最後の一匹は一発じゃいかんか。おぉ、連れ去られるー。お、お、お、お。あ、ありがとう、ベロニカ。しかし、あまり攻撃力を上げすぎるとかわいそうな感じになるから、やめてあげよう。結構ね、レベル余裕な感じで上げとるけんさ、多分すぐにやっつけれてしまう気がするんよね。お、お、意外と耐える、意外と耐えるよこの子。セクシービーム。ああ、まさかのセクシービームでとどめよ。つら、オスやったかな。え、ちょっと待って、マジか。別れの言葉もなく、なんと、アイナ、シルバーオーブを見つけた。イエイ、やったね。これで最後の一個。お、虹色の枝が輝き出した。何？何？何？お、ここに行けと。聖地ラムダね。六つのオーブをすべてに入れた。シケスビア雪原を東に抜けた先にある、始祖の森に向かい、命の大樹への道を開こう。オッケー。ふふふ、順番を間違えて先に行ってしまったから、もはや私はそこにルーラで行けるんだ。どやどや。はい、来たよ、聖地ラムダ。よし、じゃあこれで、あとは、誰やった、長老様、長老様やった、ちょっと呼び方がよく分かってないけど、あの人のところへ行けばいいわけだ。まっすぐやったよね、確か。あの建物を目指して。あ、なんかもう夕日に、夕日に武器がめっちゃ反射してるわ、眩しい。あ、いたいたいた。ヘイファナード。おー、イエス様、六つのオーブが揃ったようですな。なんと素晴らしい。いや、それほどでも。それではイエス様、どうぞこちらへお越しください。ほいほい、さあ参ろうか。これで命の大樹へ迎えるようになるってこと？え、てかその命の大樹は何しに行くんやっけ？なんかいろいろとよく分かってないよね。その本来の目的というものをよく分かってないんやけど。なんて綺麗なんでしょう。こちらの絵は一体何を描いたものなのかしら。こちらの数々の絵はラムダの地に伝わる神話の一節を表したものです。え、あれなんか命の大樹燃えてない？大丈夫？勇者とは世界に最悪が訪れるとき、大樹に選ばれて生まれてくる存在。この世界に初めて勇者という存在が降臨されたのは、遥か西園時代のことです。ロトゼタシアの全ての命の源は命の大樹。邪悪の神はその大樹の中に宿る生命力の根源、大樹の魂を奪おうとしました。おう。ロトの。そんな時代に命の大樹に選ばれ、生まれたのが、アイナ様と同じ技を携えた伝説の勇者、ロウシュ様です。ロウシュ、そんな名前があるんやね。なるほど。そして、勇者ロウシュ様と共に戦ったお仲間の一人、賢者セニカ様。
そのサニカ様の生まれ変わりと言われているのが、そちらのベロニカとセーネなのです。おお、あ、なるほど。セニカ様。確かにベロニカ、セーニャ。セニカっていう文字入っとるね。そういうこと？あ、じゃあ本当に、何？魂二つに分かれたセニカ様。じゃあ本当に二人で一つなんやね。へぇ。ウルノーガ。邪神なきこの時代にアイヌ様がなぜ勇者として生を授かったのか、皆様の話を聞いて全て繋がりました。ほう、私には何がなんだか。ん？なんか外？岩場？どうかウルノーガなる者を打ち果たし、世界の未来をお守りくださいませ。ご分をお祈りしておりますぞ。ほい。よし、向かうか。え、こっから迎えるってこと？命の大樹へ続く始祖の森へは、この扉を抜け、参道を進んだ先にあります。始祖の森は、前人未到の危険な場所。ですが、この聖地ラムダのよろずやには、冒険に役立つ武器や防具が揃っています。始祖の森へ向かわれる前に、悟る者の話に耳を傾け、旅に出る準備をしっかり整えるとよろしいでしょう。どうか、ウルノーガなる者を打ち果たし、世界の未来をお守りくださいませ。ご分をお祈りしておりますぞ。大丈夫、準備はもう万端です。よっしゃ、行くぜー。始祖の森を抜けよう。ゼーランダ山。あ、まずは始祖の森ではないのね。まずは違ったのね、なるほど。ここからなんかその、お、始祖の森へ向かうわけね。オッケーオッケー。さあ、始祖の森を目指していく。ここもあれなのか。馬はいないのか。何やってんだ。なんか同じ子たちがいっぱいおる。なんかドラゴン飛んでますけど。めっちゃ飛んでますけど。全然襲ってこねえ。あれ、レベル低かったら下に向かってくるんかな。お、なんか強力そうな動物って言おった。強力そうなモンスターめっちゃおらん。やば。逃げてくー。まさかの逃げてく。マジか、そんな？逃げんなよ。逃げんなよ。いや、いいけど。いいけどさ。ね。無駄な殺生はよろしくないからね。って言いながら動画外では、めっちゃ、レベル上げのためにひたすらモンスターをやっつけるという。無駄じゃないよね。無駄じゃないよ。勇者様のお役に立てるんだから。っていう。っていう。お、始祖の森にやってきた。んで、この始祖の森。始祖の森、この辺はなんかちょっとあれじゃない？こうね、神聖な場所なはずやけん。多分モンスターとかおらんのじゃないかなと思うやけど。天空の祭壇、あれに向かえばいいんか。オッケー。オッケーオッケー。向かっていきましょう。お、いいね。真上に。え？モンスターおるやん。めっちゃ普通におるやん。かわいいけど。かわいい子だけども。これこっち向き？違うね。こっちじゃないね。こっちやね。かわいい！え、めっちゃかわいいんだけど、どうした？何？一応かわいいんだけど。何あれ？挨拶？え、挨拶あれ。え、めっちゃかわいかったよ、今。何事ってぐらい可愛かったよ。にゃーにゃーにゃー。いいね、いいね。なんだ、二人が出会うとあんな感じになるのか。可愛い。モンスター同士のやりとりが癒しすぎる。大丈夫だって、襲わないって。逆に勇者がそういう感じの。いや、ちょっと君ら不気味だな。あ、待って。あ、これか？これで歌っていくのか？一瞬川渡るんかなと思ったけど、ちょっと違いそうやね。うわー、やばくないこれ。いやーいやー、絶対無理なやつや。そんなところ、何？サーカス以上に厳しいって。命綱もなければネットもないよ。無理や。無理や。え、これはどっち？今私は、あ、こっちにいる。こっち？ここか？違うね。こっちか。この辺？あ、ここに、こっちに向かえばいいと。君らどこにでも現れるな。そして消えていく。そ
そして消えてゆく。なんだ、どこに向かえばいいんだろうか、これは。一応あっちになんかキャンプ場が、ここにキャンプ場はあるけど、でもこっち行き止まりやね。じゃあこっちじゃなくって、あれ？なんかこの辺、滝？え、滝？なんか渡れるようなとこない？その辺。こっちから行くんかな。あ、なんか続いてそうやね。あ、あそこや、あそこになんか橋みたいなまたかかっとる。お？なんかでかい子が寝てる。うおー、なんか目が赤いよ、怖い。しかし、襲っては来ない。気配を察知して起きたけど、襲いかかっては来ない。あ、なんかこの雰囲気めっちゃ好きなんやけど、私やば。え、めっちゃ好きなんやけど、え、よくない？なんかちょっとわかるかな、みんな。みんな。テーマパーク味がすごいんやけど。なんかこういう光る花とかさ、いやーいいわ、埋もれたい。埋もれたい、これ。よくない？いやー、インスタ映えだわ。確実にここインスタ映えする場所やと思うよね。いやー、ジャンプで行かせてよ。ほら、ここ、ここ、ここ、こういうとこ。いや、テンション上がるわ。何でテンション上がっとんって感じやけど。めっちゃ好きなんだけど、こういう場所。いいね。しかし、こういうファンシーな場所に似つかわしくない、似つかわしくない子が、なんかめっちゃ走ってた、今。あれ、いなくなった。いたいたいた。ほら、なんかめっちゃ走るようやけど、かわいい。え、超かわいいんだけど、なんか手後ろにしとるよ。あ、これを上がっていけばいいのね。はい。オッケー。あ、自分で上がるのか。手離しとった、今一瞬。はい、上がってきた。上がってきた。んで、どこだ？目的な。なんなの？みんな。モンスター同士でぶつかったら、ああいう感じになるの？なんかモンスター同士のやりとりがかわいい。かわいすぎる。死にそう、私。いいね。癒しだね。超絶癒しだね。あの、でかいモンスター同士もなるんかな？また出会ってくれないかなと思うけど、出会わない。あ、くそ、逃げていく、逃げていくよ。ドラゴンが逃げていくよ。めっちゃ回ってんだけど。え、待って、ここじゃないの？ここだよね。ここですよね。ここじゃない？ここ、ここ、ここ。え、なに？天空の祭壇。あ、もしかして、あ、この上か。この上？この上というのは、あ、こっちから行けばいいってことかな。こっち？はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。